高崎駅に来ました。2年ぶりに増進電鉄に乗ります。元 ER 67系、改め増進電鉄700型、ラストナンバーの第5編成です。高崎駅を出発しました。ので車内も撮影。譲渡にあたって改造する際に内装は全て一旦解体して作り直しているので、車内は新車並みに綺麗になってます。下ネタじゃなくて下仁田駅に到着。隣に止まってるのは増進電鉄オリジナルの250型。隣の反対側は増進電鉄オリジナルの1000型。3両編成を2両編成にするにあたり、余った1両を改造して250型と組んでます。
この間特に何も来ませんでした。信号上で700型第3編成とすれ違い。戻ってきました。